はい、どうもアルティメット工房のサミです。この動画ではナンバーアイの情報をお伝えいたします。早速明日2月28日水曜日、ナンバーアイテレビ出演情報、雑誌の掲載情報、ラジオの出演情報はありません。出演情報は以上です。今回はこちらです。雑誌ハイスのバイエティ、ナンバーアイ、平野翔、神宮寺勇太、岸優太が表紙に初登場。今回表紙を飾るのは今年1月1日に発売されたデビューシングルゴートにおいて歌、ダンスで圧巻のパフォーマンスを見せたナンバーアイ。ミュージックビデオの再生数は3500万回を超え、オリコン週間デジタルシングルランキングでは発売から2週連続第1位を獲得。平野翔、神宮寺勇太、岸優太の3人がそれぞれの個性を遺憾なく発揮し、世界へ羽ばたいていく第一歩となった。ハイスのバイエティジャパンは3月には初のライブパフォーマンスを控え、注目度がますますアップしているナンバーアイにフォーカスし、表紙および中面16ページでのファッションページとインタビューにおいてその世界観を惜しみなく表現する。3月15日発売です。こちらの雑誌、この動画の概要欄からも予約ができるようにリンクを貼っておりますのでチェックしてください。そして 2B、 2 Heroes、 2B ファーストスーパーライブ、 Amazon プライムビデオでの配信ページが公開されました。こちらは2024年3月17日17時30分から配信がスタートいたします。今日はたくさんお知らせがありました。さらに2月27日本日から3月14日まで、平野翔さんが広告を務めるデジタルハリウッド大学、こちらの広告が渋谷に掲示されているということなので、ご予定が合う方ぜひ探してください。ということで今日の動画は以上となります。また明日動画でお会いしましょう。以上アルティメット工房のサミでした。